リズム塗装やあるあるシーリング編。汚い軍手はグリップ強く、綺麗な軍手はツルツルするから使いづらい。だから20年の経験を生かし勘が得た。そしてパッとひらめいたのがシーリング剤。こいつを軍手につけてみたらどうなるか。早速ヘラでシーリングを取り塗ってみる。なんかうまくくっつかないから不安だね。でもそれを強引につける。だんだん俺の頭の中がパニックだ。こんなことして失敗したらさらしぼみ。でもこれを成功させてバズらせる。だから皆さん今のうちにフォローしといて、お願いします。しっかり指先ちょん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 つけていくよ。よくよく見たらなんだか汚いな。それでも読むため人のために頑張るよ。ここまで見てくれてるあなたはとても最高だ。はい、どんどん電車乗ってきたぞー。技足りてる。喋ることもなくなってきたので終わらせる。どうだ、これがプロの仕事の手塗りだよ。はせー。そしてこれをしばらく置いて乾かしだ。はぁ、疲れた。慣れないことすんじゃねえな。そしたらあとは乾きを待つだけだ。車の中の天然オーブに丸投げだ。そしてしばらく雨でお休み、長期乾燥。そして全面乾いた軍手カリカリだ。ペッタン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 触ってみる。なんだかとっても気持ちいいぞ。そして早速軍手の方をはめていく。なんだかとっても良さそうだ。やっぱり何でも新品は気持ちいいね。それでは早速やっていくぞ。まずはパイオラムを掴んでみるぞ。1212、結構掴めるぞ。そしてグーパーグーパーグーパー、テストちゃん。そしてお次のターゲットはこちらです。持つというよりくっついて持ち上げられちゃうよ。これで今回の検証は終わりにします。結果的に軍手は使えたね。ぜひ皆さんもよかったらやってみてね。もしよかったら秒速いいね、保存フォローよろしく。